皆さんこんにちは、セストファクトリーの大将です。お願いします。今日は、僕のソロ動画なんですけど、っていうのも前回前々回かな、ファンファーレの開封動画撮ったと思うんですけど、そちらのエンディングでもちょっと話をしていたんですけど、まあ、追加購入をすることになりまして、その追加購入した分がですね、ワンスジャパンさんの方から今日、僕に届いたので開けていきたいと思います。いやもうファンファーレね、今回全然当たらないって言うじゃないですか。だからちょっとな、僕追加購入5枚したんですけど、ちょっとこう当たる気がしないですね。はい、じゃあ、5枚ありますんで、こちらを開封していきたいと思います。ではまず1枚目。はい、あ、そうだ、これ紹介してなかったですよね。まあもう別に今更紹介してもしないだと思うんですけど、ポスターがワンスジャパン版にはこういうのがついておりまして、はい、でまあせっかくだからね、ここちょっと寂しいんでこれ貼っとくかな。緊張すんな。ワンスジャパン版にはカード2枚ついてるんですけど、1枚ずつ引いていきたいと思います。それでは早速いただきます。せーの。あー、いやもうね、外れるのは分かってるんだけど、やだねせっかく買ったからな。じゃあ2枚目いただきます。せーの。外れちった。え、だって当たらないですもんね。なんか YouTube 見てても本当に何百枚とか買って当たってない方とかもいらっしゃいますし、なんかそれ言ったらなんか自分なんて何枚買ったんだ、14、5枚、14、5枚なんで、まあある種当たんなくて当然というか、まあ、全然あり得る話ですよね。すいません、2枚目開けていきたいと思います。いきます。せーの。せーの。じゃあ次3枚目開けていきたいと思います。いやなんかさ、まあ、当たらないっていうのはもう前提で分かってんだけど、やっぱ当たってほしいですよね、1枚くらいねじゃあいきます。せーの。だよな。いきましょう、2枚目。せーの。前なんかブレイクスルー買った時に合計で言えば20枚くらい買ったんですけど、まず1回5枚を先に買ったんですよね。で先に5枚買って、そのうち当たり2枚出ましたから。で僕の倍率でいいのかな。でも普通になんかブレイクスルーだったらね、なんか当たりますよね。ハッピーハッピーはちょっと買ってないんですけど、本当に比率すごいな。じゃあ次4枚目いきます。せーの。2枚目いきます。せーの。あー、もう当たんねえか。どうしよう、もうラスト1枚ですよ。あー、まあどうせ当たんねえんでしょうけどね、期待しないでいった方が楽ですよね、精神的にね。あー、もうラスト1枚でーす。いやでも分かんない、最後の最後で当たりが出てもう終わるパターンかもしれないですね。それ動画的にはすごいいいですよね、その終わり方ね。やっとなー、あー怖えー。まあまあまあ、もう僕は覚悟してるんでもう大丈夫です。いやでも大丈夫とはやっぱり嫌だなー。じゃあまずいきます。ラスト2枚。せーの。あー、ラスト1枚だー。ラスト1枚。せーの。あい、本当に当たった人本当にマジで幸運ですよね。なんか自分の
あの知り合いの子にも、あの薩摩もそうですし、薩摩もみんな当てたじゃないですか。だけど普通に友達でもあの1枚買って1枚で当てたっていう子もいますし、なんだ、なんか1人はなんかワースジャパン版を買って、あのワースジャパン版でカード2枚ついてるじゃないですか。2枚とも当たった人いるんですよ、その1枚で。え、すごくないですか。なんかそれ当たったよって聞いて、マジでみたいな、え、そんなことあるんだみたいな。でも確かになんか前ハッピーハッピーとかでなんか2枚ともなんか当たったって人いましたよね。なんかでも大体ハッピーハッピーの時はなんか必ず、ほぼ必ず1枚当たってるみたいな、うん、まああの2枚とも外れるパターンもまああるんでしょうけど、なんか結構その YouTube とか見てる感じだと結構もう当たってる方いたかなっていうのがあって、ああ、でも外れちゃったな。まあでもそれはそうですよね。まあでもね、なんか次なんだっけ、9月とかにハッシュタグトワイス3が発売されたりとか、10月にはカムバックとかなんかするっていう風に聞いたんですけど、うん、まあなんかそこでもあるらしいんで、ちょっとね、あのハッシュタグトワイス3に関しては今回のこのファンファーレと違ってシングルじゃなくてアルバムなんで、あの値段も高いんですよね。だから多分ファンファーレほどは買えないと思うんですけど、枚数は。でもそちらも、何枚か複数枚買って開けていきたいと思ってますので、あのぜひそちらの方も、見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、でちょっと話変わるんですけど、最近セストファクトリーの動画、ちょっとあの動画の更新があの少ないじゃないですか。っていうのもやっぱり今あのこのご時世であんまりこう人と会う回数とかもあんまり増やさない方がいいのかなっていうふうに思いまして、あんまり集まってないんですけど、みんな住んでる場所も違うんでね、なんでなかなかその会えない状況ではあるんですけど、まあ今回あのこうやって今こうやってソロ動画僕がこう出してるように、次からあの各メンバーが4人ともあの自分の家でソロで撮った動画を出していこうと思ってます。でソロで出す内容は、まあ、大体そのなんだろうな、僕たちはまだその動画始めて全然間もないんで、あまり僕たちのことを知らないかなと思うんですよね。なんで多分あの いや聞いてねえよって思うかもしれないけど、あの僕たちのことをちょっとこう知ってもらいたいなと思って細かく話していきたいなと思っているので、そちらの動画を、順次アップしていきたいなと思っております。でまあそれがアップし終わったら、あの、まあ、またこう4人でちょっとちょいちょい集まってね、動画撮っていきたいなと思ってますんで、そちらの方を見ていただけたら嬉しいです。はい、で本当にチャンネル登録をしてくださってる方本当にありがとうございます。で、まあ、今度ですね、チャンネル登録してくださってる方に、ソンムル企画をしたいなと考えております。で詳しいことはまた、今度になるんですけど、ちょっとまだ、うん、いつになるかわからないんですが、そういう話もしているので、あのぜひ、登録していただけたら嬉しいなと思っております。本当にありがとうございます。で、まあ、今回はファンファーレ外れてしまったんですが、僕の方から以上になります。すいません、なんかちょっと一人のソロなのでちょっと慣れてないんですけどここで終わりにします。ありがとうございました。はい。